昭和11年に開業。当時、国際的なリゾートホテルとして人々を魅了してきた川名ホテル。この歴史あるホテルには世界に誇れるものがもう一つ。それが川名ホテルゴルフコース、富士コース。ホテル開業の翌年に完成。設計したのは日本のゴルフコース設計の礎を築いたチャールズ・ヒュー・アリソン。美しい風景と自然の地形を生かしたこのコースは世界のゴルフコース100選にも名を連ねています。そんな美しさあふれる名コース川名で開催されるのが富士サンケイレディスクラシック。プロたちがしのぎを削るこの舞台にはもう一つの顔があります。それは難攻不落。その美しさとは裏腹にコース攻略は実に過酷。波打つフェアウェイ、顎の高いアリソンバンカー、そして川名の名物砲台グリーンが待ち受けます。幾度となく選手たちの行く手を阻み、決して一筋縄ではいかない名門川名。正確なショット力が求められるタフなコースに仕上がっています。美しさゆえに見るものを魅了し、過酷さゆえにドラマが生まれる。今年はどんな結末が待ち受けるのでしょうか。